車のキーの技術開発に取り組んできた東海理科。位置を捉える技術は私たちの未来の生活をサポートしていきます。例えば車に乗り込むとき、キーの位置を捉え車がドライバーを認識、スムーズな登場と出発をサポートします。また電気自動車を充電する際には、今後導入されていく無線充電器の最適な位置に駐車を行います。病院では院内にいる患者の位置を捉えることで患者の現在位置を検出、ナースステーションの院内マップからモニタリングできます。特定の位置に長時間滞在している、異なるフロアに移動するなど、患者の状況や状態に合わせて適切なサポートを行うことができます。位置を捉える技術は災害救助にも活用できます。山で遭難者が発生、位置検出タグをつけた山岳救助隊が現地に急行します。ドローンに搭載したセンサーが救助隊の位置を捉え、救援物資の搬送をしながら追従します。救助隊の行動をドローンが補助することでスピーディーな救助活動をサポートします。また危険が伴う作業にも位置を捉える技術を活用できます。ドローンが建築物の定期点検での位置関係を捉え、毎回同じアングルからの検査を可能とします。このように位置を捉える技術は街の中のさまざまなシーンで人々の生活をサポートしていきます。